キャスマンです。こんにちは、みりちゃんです。こちらにゆずはです。やっほーなぎです。今回は撮ってる時と痩せた時のビフォーアフターと痩せた方法を紹介していきたいと思います。イエーイ。写真が出るってことですよね、撮ってる時の。そうですね、頑張った証ということで早速見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあなぎからいきます。じゃあまず太ってる時、ダン、ねえ、ちょっと分かりづらい。太ってる時って体型を隠そうと思って全身の写真とかがないんですよ。全く太ってるイメージ私ないです。確かに、え、隠してたんですね。痩せた写真がこれ最近ですね。え、てかなぎマジ痩せたよ。そうなんですよ、めちゃめちゃ痩せました。一回変なダイエットをずっと繰り返してたのね。断食とかリバウンドした時がこれ人生最大の体重で、それが去年冬とか一番痩せてた時からどのぐらい行った、12キロぐらい太ったの。7キロぐらい断食で落としてリバウンドしました。だけど夏ぐらいからダイエットちょこちょこ始めて今8、9ぐらい、その時よりは落ちてますね。すごい。整体行ってんのと漢方飲んでんのと、まあ、あとストレス溜めないことかな。普通に食べてる全然。ストレスフリーって大事ですよね、うん、大事。確かにストレスって太るの。ストレス溜まってると食べちゃったりもするじゃん。そうそう、確かに。だけどそれでどんどん落ちてってます。今いい感じです。いいじゃん、すごい、すごい。はい、漢方ってどういうやつ？漢方はインスタの便通が良くなるってこと？そう、むくみやすいんで、そう、漢方はめっちゃいいですね。食べた時どうやって着痩せしてたのか教えてほしい。なるべく体型が隠れるような服着てた。自分の好きな服あんま着れなかった。ジャケットにハイウエストのイメージ。ああ、そうですね、そうですね。確かに。で、絶対厚底のヒール。そう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 。そう、ね、そういう服ばっか着てた。はい、じゃあ次で。お次、まみさん。まみちゃん。おお、マジで？いつ？これ結構やばいね。やばいよね。これいつ？すごい。1年前ぐらいかな。行く時。え、嘘。服着ると太ってるのマジバレないんだよね。顔に出ないじゃん。確かに。まあ美顔に出ない。羨ましい。エステとか行く時に、はいはいはい、服脱いだ時に、あ、意外とつい肉付きんだね。失礼。へこむやつや。本当に失礼。一番へこむ。まあ仲良かったからさ、あれだったんだけど、この時でも50以上あった。変動すごいイメージある、体重の。そう、太りやすくてめっちゃ痩せやすい、まみ体型的に。そうだよな、この時は好きな時に好きなもの食べて、甘いのすっごい大好きだったの、この時。高校生だったの、この時。アイスクリームも大好きで毎日食べてて、お菓子も大好きで、このような考え方でした。はい、じゃあ次、痩せてる時。全然違う。痩せた、頑張った。ヤンマだこれ。どうやって痩せたんですか？この時はご飯を変えたりとかして、短期間でも痩せなきゃいけない時とかはやっぱり悪い痩せ方をしなきゃいけないんだけど、ちゃんと痩せるってなった時はご飯をなくしておかずだけとか、なるべくむくまないように毎日お風呂に浸かってむくみ取ったりとかしてマッサージしたり。この時は本当マッサージ命だった。体重も減ったんだけど、マッサージとかで結構体ってめっちゃ変わるから、うん、足とかゴリゴリやってめっちゃ細くした。マッサージ確かに大事。そういう感じで痩せたかな、マミは。短期間だったらでも軽く言ったら下剤とか飲んだ方が痩せるけどね。まあそうね、ぶっちゃけの話、短期間で痩せなきゃいけないってなった時は私はもう下剤とか断食して下剤する。辛いからやっぱこういう職業見られるし、その日でその人の印象つくわけね。でも絶対そういうのやらない方がいい。あとリバウンドしちゃう、本当に。じゃあ続いてゆずは。ゆずぴいきます。えっ、この写真アンケーある。この写真なんで選んだ。雪見大福みたいな。かわいい、かわいい。で、これ次痩せた時。わあ、全然違う。体めっちゃ女の子らしく。ね、ちょっとね、ウエストめっちゃ細いし、足も細いし。腰の位置は高いわ、膝の位置も高いわ。そう、なんかアニメのさ、なんか体みたい。本当ですか？バランスがすごい。お腹にはつかなくて、全部見えるところにつくんですよ。顔とか。顔はわかるかも。そうなんですよ。あと足とか太ももとかめっちゃやばいんですよ。おっぱい出てほしい。わかる。本当にわかる。どうなんだろう。顔はマッサージしたりとか、ハイフとかで痩せました。そうです、大事。体とかはあんまり変動ないんですけど、一応今やってるのはジムの人の言うことを聞くっていう。ジムってやっぱいいの？いいですよ。行こうかめっちゃ今迷ってて。夏誕生日じゃん。誕生日までにはもっと綺麗になってたいっていうのがあるから迷ってる。いい、ジム。え、結構いいですよ。行こうかな、マジで。はい、いいと思います。最後、チャンナチですね。
きます。ドン、かわいい。かわいい。でもおデブなんすか。でもさ、遅くない？普通に。これいつだ？1個入りたての時です、私。ああ。中3から高1までずっとこんな感じ。確かに、マジ赤抜けた。チャムは確かにマジで痩せたなって思うし、可愛くなった。めっちゃ努力家ですよね、本当に。一時期ガーンすっげー痩せたなっていう。一気にやるタイプ。怖かったもん、ね。めっちゃ細すぎてね。どんなダイエットしてるの？ほんとジム通いだして、食事改善と、ほんと筋トレ、週に筋トレぐらいだけで。週何回行ったの？多くて3。それは痩せるわ。で、痩せた写真が細い。この時撮影遅かったんだけど、マッチで細かった。この時マッチやばかった。この時が一番細かった。お腹がやばいですね。やばいね。この時が本当一番細くて、今ちょっと太ったんですけど、そのジム行った後に多分筋肉が落ちたので、食べても食べても減るっていう現象が始まって、30キロ台まで落ちたりとかあって、すごい。この時体重がジム行ったの40キロぐらい。筋肉がちょっと重かったっす。40か42。めっちゃ細い。食事改善大事だなって思った。制限じゃなくて、何改善ってどうすればいいの？なんか制限するんじゃなくて、お腹いっぱい食べていいけど、食べるものはヘルシーなもの。月に1回だけ作ってた、チートデーって言って、何食べてもいい、いくら食べてもいい。で、外食の時とかはサラダだけとか？外食の時は別に食べていいよと言われてた。期間で痩せるダイエットほどリバウンドしやすい、まあ、一気に落ちるんだけどね。で、そこでエンジンかかって続けられればいいんだけど、絶対切れるからね。そう、絶対に継続してたら、食べて痩せるダイエットが一番いいです、本当に。ダイエット成功した人ってさっき言うよね、未だにまだだからさ。でもそういうのばっか食べ続けてると、胃が受け付けなくなるから、食べたいっていうのもないし、めっちゃわかります。すぐお腹いっぱいになるから。だからダイエットした時、お肉とか脂っこいのも食べて胃もたれとかするわけ。そういうことか。だからなんか普段からそれ頑張って続けてれば苦にならなくなってくる、それが普通になる。慣れちゃえば。習慣、うん、習慣大事。ちょっとくびれまみ夏までに作ろうっていう目標、まあ、半年を目安に頑張っていこうかなっていうのを考えてるんだよね。そうね、私も長期的にね、撮影期間までに、雑誌までに、頑張ろう。顔がね、パンパンになってきちゃったんで、皆様、ダイエットはお正月休み終わってから頑張りましょう。夏に向けて軽のボディ作ろう。イエーイ。おーはい、じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。いいダイエット法があったら